皆さんご機嫌いかかがですかオーストラリアシドニーで発行シドニーでのライフスタイルのみを追求したオールカラーの無料日本語雑誌「月刊ジャパラリア」ですジャパラリアの YouTube チャンネルでは私が過去に取材であった日本オーストラリアその他海外の芸能人やセレブの印象取材時のエピソードなどの思い出話を毎回1人ずつ皆さんにご紹介しています。 前回はイギリスのエレクトロポップデュオイレイジャーのボーカリストアンディ・ベルでしたが今回はアメリカ人ミュージシャンの登場です取材で会ったセレブ第8弾はクリス・アイザック1985年にシンガーソングライターとしてデビューしたクリス・アイザックはご覧の通りの整った顔立ちから俳優としても活躍しています 楽曲では91年に全米ビルボード最高6位を記録する大ヒットとなったシングル「ウィキッド・ゲーム」が最も有名でスーパーモデルのヘレナ・クリステンセンと共演した同曲のミュージックビデオは世界的に有名なフォトグラファーハーブ・リッツが監督したことも話題となりました。 クリスアイザックは本国アメリカよりも実はオーストラリアでの人気の方が圧倒的に高く全米ビルボードチャートでトップ10入りしたアルバムは1枚のみですが全豪アリアチャートではオリジナルアルバムだけでも4枚ベスト版を含むと実に合計6枚ものアルバムがトップ10入りを記録していますそんなわけで本人もオーストラリアはお気に入りのようでプロモーションやコンサートなどでこれまでに何度もライブをしています 私がクリス・アイザックを間近に見たのは1995年7月全豪チャートで最高2位を記録するベストセラーとなった5枚目のオリジナルアルバム「FOREVERBLUE」のプロモーションを兼ねて全豪主要都市での来合コンサートを開催した際のことシドニー公園はエンモアというサバーブにあるエンモアシアターで それに続くアフターパーティーは当時シドニーにもあったハードロックカフェ貸し切りで開催され私もどちらにも招待されて参加しましたがそれとは別の日にシドニー屈指の高級住宅街ダブルベイのザ・リッツ・カールトンダブルベイ現在は名前が変わってインターコンチネンタルダブルベイになっている5スターホテルで記者会見が開かれそちらにも参加することができました。 記者会見には私も何度か出席したことがありますがシドニーでは私は現地日本語媒体の記者に過ぎませんし当然ながら質疑応答は全て英語ですしいつもは自分から挙手して質問したりすることはなく黙って座っているだけなんですがクリス・アイザックの時だけは居並ぶ王子ジャーナリストたちを前に勇気を出して手を挙げて2つ質問しました。 というのも、クリス・アイザックはデビューする以前の二十歳の頃、東京の青山学院大学に留学していた過去を持つのです。日本と密接な関係を持っていた海外セレブというのは滅多にいませんし、ここは恥ずかしいなどと言ってる場合ではありません。私が聞いた最初の質問は、ままだ日本語を話せますかでした。もちろん英語でです。 彼が日本に留学していたことを知らない人にとってはいきなり唐突な質問ですが知っているからこそできる質問で私のその質問に対しクリス・アイザック本人も驚いた表情を見せることなくなんと全て日本語で次のように答えてくれました少しだけね雀の涙ですほとんど忘れました 最初に「少しだけね」と言った際には日本人もその言葉を言う時によくやるように片手を顔の横に持ってきて親指と人差し指で何かをつまむようなジェスチャーをしました「すずめの涙」という言い回しを知っていたことも日本人にとっては嬉しい話ですが100人以上の報道陣が詰めかけた記者会見場でクリス・アイザックが答えた日本語の意味を理解したのは「私だけ」というのはとても光栄なことでした 彼のコメントの意味が分からず OG ジャーナリストたちが全員ポカンと口を開けているのをいいことに私は間髪入れず2つ目の質問「日本での生活が音楽活動に影響を与えた部分はあるか?」を尋ねそれには英語で次のように答えてくれました。 日本で暮らしたことが自分の音楽性に影響を与えたということはないけど日本語をうまく話せなかったから東京ではあまり友達もできず一人でいることが多かったから自然と部屋でギターに向かう時間が多くなったんだ普通ならこれで十分な回答で次の質疑応答に移ってもおかしくないでしょうが彼はちゃんと日本に思い入れを持ってくれていたんでしょうね。さらにに続けて次のようにコメントしましまた 日本にはずーっと行ってないからまた行きたくて死にそうだよ東京で僕のアパートの下の階に住んでいた日本人の中年女性は英語をほとんど話せなかったけど僕が毎日ギターの弾き語りで歌っていたエルヴィスの歌を覚えてしまって一緒に英語で口ずさんでくれるようになったほどだよ私自身クリス・アイザック最大のヒット曲「ウィキッド・ゲーム」が大好きで同曲収録の91年のベストアルバムを買って持っていたほどでしたので。 記者会見が終わった後でまだその場に残って何人かと談笑していたクリス・アイザックにこちらも勇気を持って近寄り潜在写真にサインしてもらったのがこちらですサインしながら「僕が青山学院大学で学んだことを知ってたの?」と聞いてくれ写真の自分の頭の部分に天使の輪っかのようなものを書き加える茶目っ気ぶりで私の名前の下に書いてくれた「YOURULE」という言葉は「君は最高」などという意味です ルックス通りのクールな印象のクリス・アイザックでしたが同時にとても温かみのある優しい雰囲気を醸し出していて私にとっても非常に思い出深い記者会見となりましたそれではご視聴ありがとうございましたよろしければ次回もまた是非ご覧ください